はい、冷静して冷静。なかなかの部屋だな、とか落ち着きよる場合じゃないよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、人の目の前をめちゃくちゃ通っていくやん。どんだけやねん。さあ、ということで、ちょっと私にお願いがある人は一体どこに、下にいるのか。お、いたいた。どうも。それにしてもいいな、奇妙な箱舟の設計したものですね。なんとも独創的で、まるで異世界の物体です。キラーマシンから発想いたのかもしれませんが、もしかしたら背中の方に秘密があるのでは。背中に本今背負ってないよ。え、それは秘密ですって。なんと気になる言い方を。まあそれはともかく、素材を禁断錬成で生成しているそうですが、あなただけでやるのは大変ではないですか。部屋の中に特定のものを置き、禁断の錬成部屋を作ってくだされば、私たちでも素材を錬成できそうです。あ、マジで素材から錬成してやってくれるん。めっちゃいいやん。そうですね。今箱舟の中にあるハーゴン教会を禁断の錬成部屋にしてしまいましょう。いいのそれ。まず邪教の祭壇があるハーゴン教会の中に禁断の錬成台と収納ロッカーを置くのです。そこに邪教の松明と邪神の像を一つずつ、それと邪教の花柱を二つ置けば禁断の錬成部屋の完成ですよ。その辺のものなんか確かあったよね、あのヨーディスがおったところに。くっ、持ってくればよかった。邪神の像はもう持ちかもしれませんが、もしあなたなら作れるんじゃないですか。多分ね。てかこの会話中にさ、周りが止まっとるのはなんかね、止まらなくていいよ。お、邪神の像、ハーゴン教団が崇める邪神をかたどったぞ。じゃあとりあえず作りますか。ああ危ない。危ない、落ちるところだ。これはどこから戻っていけばいいの。そんなところも必要なの。ちょっと戻り方がよくわからないんですけど、しかもこの網網になってる部分がさ、普通に歩けるんかなーって思ったら落ちるし、怖いんですけど。めっちゃ怖いんですけど。あ、この辺から戻っていける。とりあえず出来上がってるものを全て受け取って、でこの禁断の錬成台を中に入れればいいよね。あ、この辺足場あってくれるの助かるって思ったけど、何もできんかった。とりあえずこの辺の邪魔なものをこう破壊しまして、何が必要って言った。禁断の錬成台まああるやろ。んーで、これか、邪教の花柱1つ、2つ、とりあえず2つ作っとこうっと。ちょっとよくわからんけん、1個な気もするけど。で、邪教の松明、これも2個にしよう。とりあえず見栄え的に2つずつの方がいいかなっていう。で、収納ロッカー。で、あとは邪神の像、これも2つ作っとこう。そんなにいっぱい入る、あの部屋に。保険気がするんやけど。え、置けます？なんか範囲広げた方が良くない？大丈夫？とりあえず置いていくか。ひとまず、邪教の祭壇は置いてる。で、禁断の錬成台、邪教の花柱、邪教の松明。めっちゃまがまがしい部屋になるね。はい、収納ロッカーと、邪教の像。オッケー。じゃあ、この辺のものを、邪教の像どうしよう。この辺に置いて、ちょっと待ってね。とりあえず、この邪教の松明を、この辺につけておくとして、はい。んで、この禁断の錬成台をこの辺に置いておくか。なんか邪魔じゃない？そんなもんかな。なんか拠点狙うモンスターがやってきたんですけど、ちょっと待って、初めてじゃない？ここに来て拠点を狙うモンスターが現れたってやつ。んで、この邪教の花柱とやらを
どうしよう、ここに置こっか。いや、ここには邪教の像があるべきではないか、多分。石像の間になったよ、なんか。んで、邪教の花柱。花柱をじゃあこの危険の場合、この辺に置いて、なんかめっちゃね、ごちゃごちゃしとるよね。超邪魔な感じじゃない？収納ロッカー。収納ロッカーこっち側に置いとこう。はい。これで禁断の錬成部屋。やったね。出来上がったよ。うふふふ。あいな。禁断の錬成部屋を作ったのですね。柱と像を逆にした方がいいような気もするけど、まあ、いっか。あとは部屋にある収納ロッカーに破壊神様の抜けらを入れてもらえば、みんなに錬成してくれるんだね。へぇー。ところであいな。改めて問いますが。ビルダーのあなたが破壊神様を泊まらせるのは一体どういうことなのです？なんと、理由はなくて友達になったらたまたま破壊神だっただけですって怖い。く、まったくあなたという人は。しかし覚えておきなさい。破壊と創造は決して相入れぬもの。必ず決別の時が来ます。なるほど。これなんかさ、他の人たちが、錬成してくれる間は自分は使えんのかな。あいな。白船作り順調だね。まだ途中だけど、すごいものができそう。けけけ、オイラたち乗ってきたぜ。この調子でどんどん設計図を。なに。うぎー、おいおい、なんなんだこの揺れは。指導じゃない？またしても、何かしら。あの揺れは破壊神様のお力がより強力になっている証であろう。破壊神様は目覚められたばかり。この地を破壊しておられるのは、滅びの日の前の準備運動なのでしょうね。ピピピ。破壊神様が完全に目覚められれば、世界は終わるということか。そういえばいいな。お前は破壊神様と友達なんだろ？破壊神様はどんなお方なんだ？優しいよ。何？かぼちゃのマスクで踊ったり、荒くれと筋肉儀式をしたりだと？嘘をつけ。こんな恐ろしいことをする破壊神様がそんなにもお茶目なはずがない。いや、お茶目なんだよ、それが。とにかく、滅びの日まであまり時間がないようじゃ。白弁の完成を急ごう。あいなよ。設計図完成に使う建材はちゃんと用意してくれておるか？建材の素材になるのは、各地にある破壊神様の抜けらだ。禁断の錬成である錬成し、素材にするんだぞ。破壊神様の抜けらはいくつかの種類がある。欲しい素材が出るまで鑑定するがよい。よっしゃ、あいな。引き続き、箱舟作りを進めていこうぜ。頑張ります。ってことで、とりあえずまた大いなる鱗を。ちょ、待って、怖い。みんな集まりすぎだから。はい、これ練成しといて。これもみんなちょっと練成しておいて。で、そう、この辺のね、噛み砕く、上木場、下木場、読み方わからんけど。で、なんか大中月大木場みたいなやつ。だけかな、とりあえず。じゃあそれ練成しておいてね。なにもうめっちゃやん。あ、ちょっと待って、この辺のちゃんとしまっておかんとね。はい、しまって、練成よろしく頼んだよ。はい、ってことで、あと作るものは291。どれぐらい、30あればいいのかな。さあ、これと、あとマシンの壁が197。これ20必要ってことか。はい。みんな練習してくれやんかな、よくわからんけど。とりあえず、あ、すべて練習終わったね。受け取っておこう。はい、練成して練成。なかなかの部屋だな、とか落ち着きよる場合じゃないよ。はい、マシンの光る壁。あ、練成しようやないんやれ。わからんけど。わからんけど。で、これが、ちょっと待って、何個 ?9 かかりんのよね。はい、じゃあ10。で、まあ、ここなんかロッカーとかいろいろ開きよるけん、多分練成してくれよる。お、練成しよる、練成しよる、すげえ。すげえ。あ、これ材料全部足りそうかな。なんとか。
そこで冷静したものは一体どこに持ってってくれるんやろ、みんな。ちょっとその辺がよく私にはわからないのだけれど。どれぐらい？はい、29。何やってんの？踊ってる場合じゃないよ、みんな。はい、で、鉄のラウンドコーナーが9、8、9だね。はい、とりあえずこの辺のものちょっと入れておくよ。直接しまう。はい、この辺の使って頑張ってね。まだまだ足りてないってことやもんね。こんだけ足していかんといかんってことは。はい、使ってね。そしてはしごが30。お、みんな続々と取っていきだしたってことは、やっぱもう全然足りんかったってことかな。この辺のものをとりあえず、素材も集まり、箱舟作りは順調に進んでおるが、滅びの日の前に急ぎ完成させねばならん。そこでだよな、そろそろこの辺りでビルダーの鐘を鳴らしてはくれぬか。鐘を鳴らせば者たちがさらに集まり、皆のものづくり力も上がる。箱舟の完成が一気に近づくとやろう。皆の願いを聞きながら、ものづくりにかけらを集めるのだ。そしてビルダーの鐘を鳴らしてくれ。まあ、それはいいんやけど。あ、作ってくれよったんやね。で、ちょっと受け取りまして。はい、錬成。あー、なんかみんなのお願いをとりあえず聞いていったらいいかな。あ、あげれるようになったわ。はい、鳴らしまーす。どや。さあ、また仲間たちが集まってくるか。ビルドレベル2。あ、2がマックスなんやね。なるほど。ちょっと私の姿が見えないでしょ、みんな。新しい仲間がやってきた。お、翼の生えた子たちが。なになになに、ちょ、みんな邪魔なんだけど。方向も変えられんしさ、今。アイロンはたくさんのレシピをひらめいた。邪教の円柱、邪教のステンドグラス、邪教の祭壇、火事ハンドル。火事ハンドル、多分必要になるやつやね。うわー、ビルダーの鐘を鳴らしてくれたんだね。みんなのものづくり力が上がったみたい。火事ハンドルか。そいつで船を操縦しようってわけだな。鐘の音に導かれて、新しい魔物たちも来てくれたみたい。これであのみんなもハップレに乗せてあげられるね。じゃあちょっと声かけに行こう。ではいいな、早速新しい者たちと話してくるがよい。話します。違う違う違う、ビルダーの北部ね、分かってるよ。今 62% までは来たんやね。妙な鐘の音が聞こえてフラッと来てみたら、一体全体何なんだこれは。ググビルダー北部ね作り、なんということだ。今すぐ破壊してやる。おいおい、お前ら。もうそういうのはいいんだって。こっちは大詰めってとこなんだ。ちゃちゃっと仲間になってさっさと仕事しろ。は、みんな。だが。キー、だがもヘチワもマンドラゴラもねえんだ。いいからとっとこ支度しな。アイナは破壊神様の友達なのじゃ。協力しなければ罰が当たるぞ。わかったよ。だったら俺たちも協力しよう。これからよく頼むぜ。そんな緩い感じ？なんとガーゴイルたちとベビルたちが仲間に加わった。何ベビルってどれ？え？これ、え？別のモンスター？どれが別？全部一緒じゃね？何ベビルってどれやねん。全くわからんねえけど、どれがベビ、あ、おお、上におったんや。初めて気づいた。びっくりー。あいな、よくとビルダーに鐘を鳴らしてくれた。これで箱舟作りも進もうぞ。どうやら破壊神様の力も強まっておるようだ。破壊は創造の対極にあるもの。この地にものづくりの力が生まれたことで、破壊神様のお力が高まったのでしょう。そうか。では、ハーゴン様はそのために現実世界からビルドを呼び寄せたわけか。これは三神官の一人たる、アデンとも話し合いたいところですね。お、また新しい。おい、あんたたち。どうした？神官だかなんだか知らねえが、こっちは桃の出が足りねえんだ。議論はいいから仕事に戻れよな。おお、もう三神官までそんな言い草をされる。さあ、いいな。みんなで一緒に箱舟の二つ目の設計図を仕上げちまおうぜ。
もう偉いとかそういうの全然ないね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さ、金のインゴットが必要になってくるんやけど、多分それもあの素材から出来上がるってことなのかな。錬成頑張って金のインゴット作り上げんと。